札幌学院大学は北海道江別市文京大11番地に本部を置く日本の私立大学である。1968年に設置された大学の略称は札学、札学院、学院。1946年に創立された札幌文科専門学院を前身とする学校法人札幌学院大学の運営で当初は 札幌商科大学として設置され、1984年に札幌学院大学と改称された。現在は経済経営学部、人文学部、法学部、心理学部の4学部7学科からなる文系の大学である。交渉1984年の札幌学院大学への公明変更に基づき現在のものになった。上部は成長、下部は創造。 チューブは交流を意味していて、チューブにシンボルマークが配置されており、全体的にアイヌ文様に似せたものになっている。シンボルマーク2020年9月1日より使用を開始したシンボルマークは、色も形も異なる多様な個性が集い、刺激を受けて成長する場であり、そうした多様な個性が共同して作り上げる大学であることを表している。旧シンボルマークは、 札幌学院ユニバーシティの頭文字であるスクをモチーフにこの3つの頭文字をつなげたもので人類文化に発展貢献と可能性を表現しているものだった。タグライン2020年9月1日より使用を開始したタグラインはワンライフメニーアンサーズこのタグラインはこれから歩み出す未来には多くの可能性があり 答えは一つではなく無数にあるので、挑戦を繰り返して、答えを見つけようとメッセージしたもの。同時に、学生にとって未来への可能性が大きく明けている。ワクワク感と、学生を決まった方にはめない。学生の能力を最大限引き出すことで一人数とにアンサーを見つける。サポートに徹する教職員の思いも表している。キャンパスカラーキャンパスカラーは、グレーとイエロー。グレーは、 知性、品性、変わらない価値観をイエローは新しさ、温かみ、活気、時代に即した変化を表している。以前はつくブルーをキャンパスカラーとして制定していた。効果現在の効果は1969年の札幌商科大学時代に作成されたものを現在まで受け継いでいる。作詞は田村一郎。作曲は青木有名で補作。編曲は 広瀬良平。マスコットキャラクターエーゾリスが札幌学院大学のマスコットキャラクターであり、第2キャンパスや隣接するのっぽろ森林公園で実際のエゾリスを見ることができる。愛称はブラウニー。木学校の木は常緑針葉樹であるエゾ松としていて勇気を希望へすることを表現している。花学校の花は紅葉樹の北拳であり花言葉である友情、友愛と いぶき、活力を表現している。自立した人間の育成豊かな人間性の育成社会を担いる人間に、育成専門職業人の育成級社会、連携センタービル毎年6月下旬に札幌学院大学において開催される。札幌学院大学 G 館交通アクセス。ありがとうございます。